やり直した方がいいんですかって、同じセリフもう一回言った方がいいんですかって聞いたら、いやそれをやっちゃうと世界観が壊れちゃうから、もうマイクが入ってなかったとしてももう言い切ってっていうのを事前に聞いてたから言い切った入ってねえなーと思いながら入ってねえなーと思いながらでもまあなんだろう、ちゃんとその後スタッフさんとも話ができて、そう、みーちゃんほんとごめんって言われた、もう仕方ないで人間誰しも見せることありますっつってそうそうでも負けた後マイク入ってなかったって言ってた、まあひなにずっと言ってた、知らない知らないっつって、ウィーって言ってそう、だからとりあえず顔だけしかもなんかいろいろ多分そのマイク入ってないことでいろいろ多分なんだろう多分パニックを起こしたのかね、ちょっとみんなにはね、そのそこがそこをどう伝わったか分かんないけど、私はいっぱいその流れをしてるから、それ以外にも何個かその同じところで何個か同じミスがあって同じというか違うミスがあって、その時そのために私はずっと笑顔を大切でやってたあ、声聞こえてたんだ、よかった、私マイク入ってないから絶対声聞こえてないと思って、私のインタビュー何言ってるのか絶対伝わってないじゃん、いきなりトーク始めたやつみたいになってんじゃん、どうしようって言ってさよかったよかったよかった、なんかいきなりトーク始めたやつみたいになっちゃって、逆にすごい私声でかくなったんかな、なんで拾えたんだ、なんでっていうかあれだけど聞こえてたんだ、いやお前書いてないかもしれんねよかったよかった、聞こえてて、それが聞けてよかったそう、でもなんか本当に楽しかった、1ヶ月結構もう大変だったけど、でも終わった瞬間みんなんかね、本当泣いてた、ずっとゲネでもない、本番でもない、終わってもないって他のマイク、確かにここにマイク夢時間の後だったから、もう喋らんでもまあ見た人の方が多いからあれだけど、まあ、なんだろう、意図して言わないようにする、そう、なんかね、みんな上手いのよ演技が、そう、本読みした時なんか舞台行って、私もその舞台あんま経験ないんですけど、今回初めてだったんだけど、本読みっていうなんか普通に座って、その座ってなんかセリフを飛ばしてっていう本読みからスタートして稽古とかに入るんですけど、本読みからみんな上手くて焦るんだけどみたいなそうで、めっちゃね本当焦ってて、稽古私の稽古病んでる最中、配信で病んでるみたいなこと言ってた時もみんなが上手すぎて、なんか私だけなんかやばいみたいな、そう、アンドロイドがどうした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 、そうで、なんかすごい焦っちゃって、そうそう、なんかアンドロイドがいけないのなんかなりだした、何が来たの、何も来てないんだけど、あ、ドラゴンエッグの通知なんだけど、そうだからもうなんか、うん、なんだろう、もう勇気を持って私やばいですかみたいなこと演出家の方に言ったら、え、全然って言われてそう、なんか逆にそのみなみちゃんはそのね、前も配信で言ったけど、そのオーディションの時から演技多分できる子だから、今できてるからこそもっとなんかチャレンジと なんかここの言い回しをちょっとふざけた感じにするとか、そういう遊びとかをしてもよいかもねって言われてて、そう、でもほんとみんな上手くて、焦るみたいな、でみんな舞台だったりドラマだったり、ミュウミュウと私以外はみんな演技経験者だって、でミュウミュウもなんか声優として演技はしたことあって、もうそのだから本当一人で焦ってってなってた時に、一人でずっとってなってた時に、そう、
一人で作るんじゃないんだよって言われて、はあ、本当だって10人で作るんだって、そう一人自分ができてるってなって、その一人をないがしろにしてたらそれはいい舞台にはならないよって、みんなで上がっていかなきゃっていうようなことを一回みんな集められて言われて、そうそうでしたってなって、そっからすごい頼るっていうか、どうだったっていうのをすごい人に聞くようにした。たらなんか、まあ人が今の言い回しやりやすかったとか、ピオちゃんが良かったよとか言ってくれて、そう。でも本当に楽しかった。自分以外の人になるってなんか新鮮だけどすごい好きでした。そう、私ティオちゃんがもう、私ティオっていう役名なんですけど、なんでティオっていう名前かどうかはぜひ明日ね、今日見てない方、見た方だと分かるんですけど、見てない方はね、明日も2期もあるので、そうティオがねすごい私的に刺さるというか、なんかティオってシンプルに言ったらあんまり目立たない子なんですよ。そうだから例えば今日の舞台を見て誰が印象に残りましたかって言って多分名前が上がらないタイプ。そうそうそう、でもティオは絶対その物語のキーになってる人にいつもなんかね、あの親身になってなんと携わってるというか、そしてなんかね大事なねことをねさらっと言ったりとか今日確信つくんですよね。そうだからなんだろう、ティオ自体があんまりなんかニーナとサラっていう、マヒとオキちゃんがと一緒によくいるんですけど、ニーナとサラが結構キャラが濃くて、どちらかというと私はそれはどうどうどうっていつもなだめてるんだけど、そうでなんかそこがなんか私とティオがすごい重なる部分で、そう普段とリンクして、私なんかずっと縁の下の ST の中で STU でどういうポジションになりたいですかってアンケートとかインタビューされた時に、縁の下の力持ちっていう存在になりたいですって、なんか一番目立つタイプではないかもしれないけど、この人がいなければ、この人が支えてくれなければ、そういうなんだ一緒に一番先頭で盛り上げてくれる人たちは動けないみたいな、成り立てないみたいな、そういう感じの縁の下の力持ちになりたいと思ったんですけど、ティオがまさにそういう役で、ティオになりたいな、ティオになっていきたいなって、ティオみたいな子になりたいなって思ったんですよ。そう。結構確信づくし、そう。結構ね、ずっと我慢してるんよ。言いたいことめちゃくちゃあるし、けど、仲いつも仲いい子が自分よりパニックに陥ってるか、自分落ち着かなきゃと思って、けど二人してもパニックになるからもうってなって、でも自分だって全然まとまってなくて、なのにいち早く理解しなきゃいけない立場で、そうそうそう、でそう、それでなんかずっと結構ね我慢強い子で、でも我慢してたと思ったら後半ね、その我慢、私なんかでもそこはめっちゃ台本読み込んでもあれだったんだけど、めちゃくちゃちほちゃんも最初本当の最初の最初からすごい当たられるし、なんかぶつけな感情ぶつけられるしみたいな、そうけどそれうんみたいなとかたしなめたりとかしてる中、後半でね爆発するんですよちほちゃん、もうみたいな感じで、そうそう、ある役の子に、そう、でその爆発したとこがティオにとっての変化の時だなって私は思ってて、でそのシーン以降はティオは結構自分の気持ちを言えるようになってたりとか、そうそうそうだからそこがねなんかね自分とちょっと重なる部分もあって、そうなんかセプトさん側からの愛を感じた、本当にそう。ティオってティオも生きづらそうな人生だなって思うけど、ティオがいないと他の人は成り立たないんだよなって、だから
他に人にとってはティオは、ティオなんだろうな、ティオ、うん、難しいなって。そう、なんかティオメインのシーンとか、なんかティオが主役とか、そういうティオが目立つとこはないのかもしれないけど、よくよく見たらね、ティオはメンバーに寄り添ってたりとか、さらっと確信をついたりとか、結構目線とか表情でもちょっと演技頑張ったんですけど、そういうとこでえみたいな顔してたりとか、何言ってんのみたいな、そうわーみたいな、なんかそういう細かいとこまでティオちゃんはやっているんだなって思いますね。だからもうすごい自分と重ならんよそう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 、何度見ても新鮮な気持ちで見る。本当そう、一歩下がって全体を見た。確かに、舞台お疲れ様でした、ありがとう。だからティオちゃんは目立つタイプじゃないし、そう、私のファンの方以外は多分今日の印象多分あまり残ってないと思うんだけど、そう、ティオはね大事な子なんです。だけど誰一人欠けても成り立たないんです、あの10人テリ。ティオの一番セリフのないところを見てると面白いキャラ。そう、ティオね、我慢してるからこそね、自分の気持ちあんま言わないからこそね、表情に結構出やすいっていうね、私なりの解釈。え、みたいな、何言ってんだろうみたいな、うちに秘めて、まあ、爆発するっていう。私かよ爆発するの私かよつってバーッてママーつって私かよ、びっくりしたよ今、私じゃん。私やんティオちゃん、でも本当いい子だ、いい子っていうかティオちゃんに会えてよかったなってめっちゃ思う。だから私はティオちゃんしか多分なれない、ティオにしかなれない。なんかこの舞台に関しては、そう、なんかでも私今日なんか多分今すごい表情とかセリフはないけど細かな動作とか仕草が役に出てたとかすごい言ってくださってる方がいるんですけど、どちらかというと私稽古の段階でなんか演出の方がよくそのポン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 なんか流れを見てセリフを言うんじゃなくて、相手が言ったことを受けるっていうことをちゃんとしないよみたいなこと、受けて話すんだよって、人間そうでしょって、会話って相手の会話を受けて答えるのに、みんなどっか意識がないとこででもセリフがあるから言うみたいな感じになってるから、なんかもっと受けてってよく言われるんですけど、私どちらかというと受け入れてなくて、そう、結構最初の方はなんか〇〇のシーンのティオちゃんのこのセリフもっとこれ振ってくれる〇〇のこと受けてとかめちゃくちゃ言われてたんですけど、なんかね昨日ぐらいからなんかめちゃくちゃなんか褒められるようになってそう受けれめっちゃ受けれてるって言われて、で今日なんか場当たりゲネプロ本番っていう3回やったんですけど、ほぼほぼそう、でゲネはねなんかほぼ本番っていう、本番と同じことをねするっていうやつなんですけど、ゲネ終わった後にね今までで一番良かったと褒められて、で本番も褒められるように頑張ろうみたいなそうもう今日めっちゃ泣いたからなんかあの悲しいとか悔しいとかじゃなくて、舞台の中でめっちゃ泣いたからめっちゃ目が痛い。そう、なんか自分なりの課題はクリアできたはできたけど、多分もっとなんか
演出家の方が役もっと遊べる場所があるっていうよく言ってくださるんですけど、私はまだね遊べてはないのでなんかいい、なんかその演技としての遊べる場を探して行きたいなとは思うけど、当て書きじゃないのすごくないですか。当て書きなんですかね、私当て書きじゃないと思ってるんですけど。そう、でも本当になんか配役表みたいなのもらった時に、その各々のキャラクターのどういう性格かみたいなの全部書かれて、年齢も書かれてる表をもらったんですけど、まんまやんみたいなみんなまんまみたいな。なんか最初まだな、役をあんまり役をあんまりなんか本当最初もらって1日目とかまだ全然なんか自分の中でティオっていう人物像が出来上がってない時は、私ティオ全然私じゃないと思ってたんですよそうそう、これ私じゃなくないみたいな。で他の子結構その子になんか適してるけど私じゃなくないって言ってて、どちらかというとなんかマヒナと私がいつもマヒナにギャーって言って、マヒナがどうどうってするから、ここ逆じゃないみたいなことすごいなんか言っとったんやけど、やるにつれてうわで全然逆じゃないよみたいな、ぴったしよみたいなさってなってただからね、ほんとちゃんとねその役の人物像をつかむことは、解釈することは大事なんだなと思う。でも本当に2期生とかもいつも一緒に稽古してるし、2期の通し稽古とかを見てたけど、なんか本当にね人が違うだけでね、その役柄が全然違うから、なんかまた違った良さが出るんじゃないかなって。明日は2期の、そうティオちょっと怖いよねそうさらっと言うから。でもなんかあのさらっていう中にも優しさが実はあったりとかするんですよね。そうでなんか難しいのがね、なんかおしゃべりするとこがちょっとあったんですけど、あれ私じゃないからさ、私を出しちゃいけないなってなって、私だけど私じゃない清だから、そう関西弁はね封印、もともとあんまり最近ないけど、なんやねんとかよく言うんですけど、それもお話しおしゃべりした時はもう関西弁封印してあれもねもう私がなんか軸となって考えてって演出家の方に言われて、なんか2期生はなんかそれ用の稽古みたいのもあって構成とか組まれてたんですけど、でそれをなんか私ももらいに行ったら、なんか1期は自分たちで話せるでしょって言われて、あげないよって言われてこれないのってなってそうだから頑張って考えてって言われて、一緒にその喋るのが由美子とかひなちゃんだったんだけど、その二人がちょうど稽古にいなくて、どうするのって言われて、何したらいいんですかみたいな、今なんか適当に言ってみてって言われて、じゃあこんなラストライバー嫌だ、いいじゃんさすが関西人って言われて、いや関西人ハラスメントだってさって言ってた関西人ハラスメント面白くない、関西人だっているもんって言ってたずっと言ってたずっと言ってたで一回それで投資原稿した時にすごい酷評をいただいて、もっと練りなよって言われて、でもその時まだ一回もその MC について話してなくて、話そうってみんな集めて話して、そうでもなんか私たちじゃないからさ、あれは全部台本じゃった、ちげえねちげえねちげえねってなんだ違うね、全部私がもうその場で、その場ではないけどね、まあ通し稽古とかリハとかゲネとかやってるから、まあ大体言葉は固まってるけど、その場で感じたことを言ってるそう私はどちらかというとガヤが得、ガヤが得意って、ガヤがガヤ入れるのが好きなんですよねっていうそう難しかった。であそこは結構
なんかいやなんかちゃんと頭の中でなんかシミュレーションしてて考えてる中でその前の自分が話すとこがマイク切れてもそこでパニックになっちゃってもうでも頑張って仕切り直したけど、そうなんかあんまりなんか一応そのね舞台の中だからなんかあんまりギャップを見せたなんか普段の私たちを出さない方が絶対良いじゃないですか。だからね MC とかだとねなんかいつもは普段で言ってはぁみたいな何やねんみたいなこと言うけどティオちゃんそんなこと言わないから発言が大変だったしそう難しかった。絶対ティオそんなん言わへんもんそこの私の中で自分のテーマは戻っても喋ってても戻ってもティオっていうのをテーマに頑張ってました。みーちゃんの方とか見てみたいです。あでもオーディションの時になんかまだ台本できてなかったんですけどなんか3つなんか名前が書かれたなんかセリフパターンが3つあってそれや全部したんですけど私あの方のセリフオーディションで読みましたそうそう強くなんかないんですみたいなとことか血を吸いのねみたいなとことかそうだからって全員共通の代表なんかオーディション用のやつだったあっ私はオーディションミュウミュウと一緒だってそうでもやってる時からミュウミュウは絶対受かったと思っててそうでもなんか自分の中でもなんかちょっとした手応えがあってそうなんか二重鉛筆の朗読してるみたいな感じだったからちょっとあったんですよでその後私比較的にその見学とかしてるスタッフさんに感想聞くの好きなのでどうでしたって聞いたらなんかすごい二重鉛筆の効果だってみんなに言って皆さんに言ってくださって日本語おかしいね皆さんが言ってくださってってなったら10人に入れたのでそうでも本当になんかオーディションはなんか自由参加っていうか挙手制なんていうの参加制で、まあ、参加してないメンバーもいたりとかする中ででもなんか私はもう参加するってすぐ決めたんですけどなんかもちろんなんか最終的に演技の仕事とかじゃなく違う仕事っていう子たちの考えはすごいわかるんですけどどちらかというと演技に興味があった私だったのであのですね1ヶ月の稽古で舞台上での立ち方だったり舞台上でのなんか歩き方だったり舞台上での視線のなんか投げ方だったりとかあと声の当て方っていうなんか言葉があるんですけどだったりとかを1ヶ月ね本当に一から全部教えてくださったので今後演技の仕事をしたいと思ってる子たち思ってた本当にその稽古1ヶ月できてよかったってこの舞台を抜きにしても技術っていうかすごいこれは多分マジで何だろう学べないって思った。なんか本とか例えば舞台なんか女優になるためのって本とかあったとしてもこれは多分学べないってだってマンツーマンで教えてもらったりとかなんか基本なんかズームで稽古をしてたんですけどなんかこうあの初日が近くなってから1週間ぐらいはずっと来てくださってて毎日やってたりとかその初日近くなるちょっと前も数日間来てくださって1回東京に帰ったりとかしてたんですけどマンツーマン私あの個人稽古もしてもらってそうそう一人で稽古もしてもらって それはズームだったんですけどそうめっちゃねなんか勉強になった
し、なんか私いつもなんか個人稽古とかで何回もさせられてるって言い方悪いけど、なんだろう、ここもう一回やろうって言われてるとこが今日は褒められたので嬉しかったそう。でも本当になんか楽しかった、うん、私なんかその今までね、全部なんだろう、ファンの方々の力を借りて掴み取った選抜だったりとか、なんだろう、そういうティフとかの、その去年だけどね、なんかそういう今まで出てこれたのってファンの方の応援があったりとか、握手会とかお話し会とかたくさん来てくださったとか、なんか今まで全部ファンの方の力を借りて自分は成り立ってたから、なんか自分でも掴み取ったものを、自分が掴み取ったものをファンの方に見せたいって気持ちがすごいあったから、そう、私の力でこれ、この仕事掴み取ったんだよって、なんだろう手放しで言えるっていうか、そう、それが嬉しい嬉しい。なんか全部今まで多分ファンの方の力借りずに掴み取ったものってないので、これが初めてで、そう、ちょっとだけ恩返しっていうか、なんだろう、いつもの感謝の気持ちをね、これのこのやつで返せたかなっていう、ディヒー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 、そうですねでもこの経験をできたことは私のこれからの人生においてマジの糧日本語下手だけど、もう本当に糧になる。そう でもなんかすごい、あのセプトの杉浦貴夫さんも今日来てくださって、かセプトさんの関係者も、あのこの舞台に携わってくれてる関係者の方みんな来てくれてたんですけど、最後に杉浦貴夫さんが挨拶みんなでした時に、今日この公演が終わったってことは皆さんは女優のお仕事を一つしたということになりますということを言ってて、あ、私女優のお仕事、そっかって、女優さんのお仕事が今日できたんだっていう、今までアイドルとしてのお仕事してきてたけど、そうなのかってなって学べたことが多すぎる。な、本当にすごかった。なんかダメ出しされても、そのダメ出しの仕方が確かにってなるよあ、確かに確かにみたいな感想用に再販申し込んだら落選しまくりました。嘘、でまだ再販やってるくない？なんか今日の18時に第3再販の第2次受付が始まったから、そう、公演始まる前に始まってるから、明日の13時に締め切りだから、まだ落選とか、その公演見てからだったらないはず。公演だとまだの9時ぐらいだから、そう、まだ落選とか出る。第3再販ヒブズのオンラインお話し会の第3再販の第2次受付が明日の13時まで。あ、1時はもう出てるよって、私の解釈違い、あの感想を言いたいからっていうのを汲み取っちゃったから、もうあれか、見る前に
感想を言うぞっていう気持ちで一時を申し込んでくれたってことか。見てからかと思った。解釈違いだった。セリフに確かにあったの笑った。なぜになぜに笑ったんすか。なんか私確かに口癖だっけ、なんだっけ。あ、そう、失恋ありがとうのお送り会申し込んでくださった方の振り返り。え、私確かにって口癖ですか。マジ初めて知ったんだけど。言いがち、確かにって言ってそう、確かに。今知った。マジすごい。言いがちなんだ。今知った。いつも確かに言ってる。すごい。じゃあティオちゃんと私はやっぱ似てるとこがあるんだ。言いがちなんだね。でみんなが言ってるってことはそういうことなのかな。あ、でも確かに演出家の方に何て言われても確かにって言ってた気がする。確かにそうですねって、本当だとか言って、やっちまったとか言ってた。でもでも今日その演出家の方にね、その褒められたから、もっとなんか自信を持ってやること、自信を持っていい、んみなみちゃんのんなんか自信がないからあれだけど、今日みたいに自信持ってやってるのが響いたから、もっと自信を持ちなさいみたいな話になって、そう、自信って大事だなと思った。基本的に自分に自信ない女の子だからじゃ。今日目がでかい。なんで目がでかい。でも本当にね、キヨちゃんもキヨちゃん好き、キヨちゃんと友達になりたい。でも本当にもうでも私嬉しかったことがあって、なんかちめっちゃここ書いてごめんね、なんかすれちゃって、なんか私の中でさ、ティオちゃんは目立つような発言をするとか、目立つなんか別に盛り上げ役とかでもなければ、なんか癒しとかでもなく、なんか目立つようなキャラじゃないけど、けどなんか、ね、誰よりもメンバーっていうかメンバーに寄り添ってるっていう話をして、寄り添ってるなっていうのを自分の中で解釈して、自分のセリフがないとこでもなんか、なんで慈愛に満ちた瞳とか、なんだろう、そんな落ち込まないでっていう感じを持った表情だったりとか、すごい意識してたんですよ。でもそれをメンバーに誰にも言ったことなかったんですよ。私が勝手に、ティオは多分10人の中で誰よりもメンバーのことを見てるなって、私が勝手に解釈して、私が勝手にそのなんだろう、そういうことしてたら、あのココアに気づかれたっていうか、ティオってさ、ってめちゃくちゃ冬のこと心配してくれてるよねっていうのをすごい言われて、気づかれたと思ってちょっと嬉しかった。そう、なんかすごい、なんかティオの優しさめっちゃ伝わってくるってココアが言ってくれて、そんな私の解釈なんですけど、やったーっていう。そう、そうそうそう、嬉しかった。でもいつもなんかさ、なんかギャーってなった時にサラがマヒナなんだけど、来るのはいつもティオのところで、で比較的ニーナ、サラ、ティオでいるんですけど、オキちゃん、ニーナなんですけど、結構ニーナが突拍子もないこと言ってるけど、本当に焦った時に来るのはティオのとこだったりとか、そうそう、なんだろうね、困った時に店を食うのがティオだったりとか、そうそう、なんかね、やってたらね、わかるんですよ。あ、今頼られてるってさ。そうそう、だから結構自分の中でそれを自分の視線として表情として飛ばしてたら伝わった嬉しい。そう、かゆい。めっちゃなんかかゆいんだけど、なんか擦れたのかも。そう、だから
キヨは多分金メダルはもらえない子だけど、何かの一番にはぐらいにはなれない子だけど必要な子っていうそういう人に私も SDU でなれるように頑張る。キヨちゃんみたいに私はなる、海賊王に俺はなる的な。でもなんか今まで好きな、なんかさ、あんまりそんなことを聞かれたことないけどさ、なんか好きな数字何番ですかとかいうのは適当にラッキーセブンの7とか言ってたんですけど、私もう好きな数字が10になりましたもん。はい、そう、10って言っちゃった。まあもう喋らん難しい確かに金メダルを取った子がかけに来てくれる子って言うと確かに。そう、確かに。でもなんかユミコのノナもバーってなって、フーの方がバーってなって、でなんか血を吸いが自由で私がバーンって怒るとこがあるんですけどあの時はマジでなんか本当にみんなをユミコとかミュウミュウとかって捉えてないから、ノナの、あ確かに言ってたノナ血を吸いで捉えてるからマジでね、うんざりしてたあの時もうっていう、またそういうこと言ってみたら、本当にマジリアルにうんざりしてたみたいな、なんなみたいななんなみたいな、そこはな、でも言ってることもわかるしみたいな、でわかるけど今なんか、うん、でもみんななんか何回もやって疲れてるからわかるけどさみたいな、もうってなって。めっちゃなんかリアルにうんざりしてただからもうユミコがみんなに対してバーンって切れるとかがあるんですけど、マジにらみ返してるもんユミなんかもうずっとみたいな顔してる。でもなんかこれも最近稽古してた時はユミコが怖くて隠れてた、オキちゃんにでもユミコにもそれ言った、ユミコ怖いから隠れたオキちゃんにって言ってたんだけど、なんかここ数日通しでやるうちにめっちゃムカつくようになってにらみ返してるもう怖かったと思う、ずっと隠れてた目線が来ないようにそう、ずっと隠れてたけど最近ね出れるようになったからそうだから、でも本当に稽古の時はユミコの方が怖くてもノーナさん怖えと思ってオキちゃんに隠れてたんだけど、今はねその自分の中に多分キヨも入ってるので、なんかうんざりしてまたなんかこうやってバラバラになるようなこと言ってみたいなみたいななって、そう本当にバラバラだねみたいな、そういうみたいな、なんか私ちょっと見た人にしかちょっと分かんない、ちょっとネタバレなんか今から明日見るよって方は今からちょっと落としていくから、あと10分しかないけど言ったかね、あと10秒後に話すからね、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、そうそうそう、なんか本当にみんながバラバラでねみたいな、なんかね枯れた笑いが出るんですよまあもともとこんなもんかみたいなさあれが多分千代ちゃんにとってもう限界値もうずっと我慢してみんなに寄り添ってなんか泣き言もあんまり吐かずにやってきたけどなんだこれみたいな、自分がこんなに我慢しても結局なんか変わらんのかみたいなってってなってけど、さらに、ま、でもその時に初めてティオが夜泣くんですよ私ももうきついみたいなことをね言うんですよ、初めてあんなにシーンあったのに、そう、なんかみんなの気持ちを代表してそういうなんかマイナスなこと覚えられないとか呼ぶこともできないとか、なんかそういうなんかマイナスなみんなの気持ちを代表して言うことがあったんですけど、あの時が多分初めて自分の気持ちを発した瞬間、我慢してたのにティオちゃん、そう
きょうちゃん長いこと我慢したと思うで、みなみあれ結構最後らへんのシーンやねんけどさ、めっちゃ結構我慢したと思うでももう限界やったと思うよ、だからあんなに多分みたいな、なんだこれみたいな感じになったんだと思う。でもまあそのあんま記憶がない、私比較的記憶があんまりないんですよね緊張してたりとか泣いてたら、そうだから最初らへんは誰かが誰かにバーって当たろうがどちらかというと心配で大丈夫かなっていう感じになるんですけど、もう後半とかはそれに対してみたいな感じのもう感じっていうのを自分の中でそういう感じだろうなって、なんだろう、想像するのもすごい楽しかったし、なんかさっきマヒちゃんのほっぺとかいう話痛そうだったっていう時、あれね、マヒナがねもうプロ根性すごいから本当に痛くしてくれないと言えないから、痛くしてって言って、そう、でもそういう結託してたそう、なんか私も人のなんか体をつまむことなかなかないからそう、なんか本当始めらへんの稽古とか結構大丈夫痛くないとか何回も確認してたんだけど、もうねここ3日ぐらいの毎日がもう全然痛くないからっつってじゃあ本気でやるよっつって、いや本気でやってみたいな言ってうわーっつってっていう、なんかねあそこだけで2人でずっとね、あの休憩中ずっとやってたで、行く時もやるぞ頑張るぞっつってそう、でもなんか私がちょっと遠慮してたけど、多分ティオとサラの中でその遠慮の関係絶対ないから、私とマヒナが普段そういうことなんか仲良いし喋るけど、そういうのウェーみたいな、私もそんな感じないからそういう状況にまず陥ってないから多分やってないだけなんだけど、ティオとサラの中で多分そんな遠慮がないのと、そのティオ自体ももう冷静に頭回せないっていう状況だからこそ起きたことで、逆にあれをなんかふにゃってやってたら多分その意味が多分伝わらなかったんだろうなと思って、マヒナちゃんありがとうって感じそう、マヒナにはすごいね何回も救ってもらった。今回も役柄として結構一緒になることが多いから、稽古とかなんかそのシーンごとに稽古したら基本的にずっと同じシーン出てるからずっと一緒だったんだけど、そうもうなんかマヒナにすごい救われたし、今日のそのマイクの音が出ないとかいう時に私本当に裏でどうしようみたいな、本番だったのにみたいな悩んだった時に切り替えっつって大丈夫みたいな、大丈夫よみたいな、今から盛り上げていこうって、今からそのティオちゃんの限界値のとこだったから今からよって言って、そうマヒナ自分のことに関してはすごいなんかネガティブなんだけど、人のことに関するとその鼓舞してくれてすごい救われました、まひちゃんにそう本当に救われた。あもう5分やだやだとかないか、でもやだやだ、でも壇上そろって読まなきゃ間に合わない、やだやだでも本当にマジ一気ドラさん本当仲いいなと思うのが、もうね休憩中ずっとね喋ってて、今日なんか演出家の方がまあ2期もあって、その私たちの舞台の後に2期の稽古にすぐ行っちゃって、でまあなんだろう、そのズームとしてなんだろう、もうこれでお別れかみたいな発言をした時にみんなで、ね、そうあの卒業式の定番の今別れの時みたいな歌ってお別れしたりとかそうなんかで仲いいなってとか、なんか投資リハやってる時になんか照明さんとかなんか音響さんとかの都合でちょっと待機時間があったらみんなでなな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 なみたいなってユミコがじゃんなな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 なじゃんだだだだだだだみたいな、そのちょっとなんそのこなんだろう、これを
なんていう言葉でそれやったか忘れたけど、をやったりとか。そう、なんかね、ずっとね、合間があったらみんなでずっと遊んでたから、仲いいなって思ってすごい幸せだった。あ、それでは団地を見たいと思います。リアルタイムランキングものでそのようなコメントもないです。いきます。13位ポムさん、あと初日めっちゃよかった、ありがとう。またハッシュタグお手紙とかで感想がある方とかお待ちしてるし、今ね再販やってる、あの思い出せる恋をしようとか、失恋ありがとうの握手会撮ってて振り返りがある方とか、あのその場でのお話し会での感想も全然お待ちしております。そして変わったからちょっと急ぐね。13位パンダムさん、セリフシャミティーズ最高でした、ありがとう。12位正気さんって、私はいつも呼んでる。舞台お疲れ様でした、ありがとう。11位デーボさん。10位トンアット台湾トーさん、ありがとう。9位ナモさん、ありがとう。8位アツさん、舞台おつぽアリポアサポわかんない。7位タナさん、ありがとう。そして6位マーチさん、ありがとう。5位リョーニャさん、ありがとう。4位ウェブロックス、違う、5位リョーニャさん言ったな。言ったよね、5位リョーニャさん、リョーニャさん言ったよね。え、タイムリープした。4位ウェブロックさん、マジ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 。3位みーちゃんたん、おしパパトミーさん、ティオにまた会いたい、それな。2位キムコさん、パチパチパチ。そして1位はデレレレレレレレで、公演お疲れ様、あ、違う、名前言ってなかった、春千恵子さん、あと公演お疲れ様、早くまたティオちゃんに会いたい、ティオも好きになってくれて嬉しい。それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって、ここって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ、見つけた、みんなこと押してみひん、ありがとうございます。OK 出身みーこと石田みなみでした。ツイッター、インスタグラムの SNS のフォローとか、今日投稿してるやつにいいね、リツイート、コメントだったりとか、出演ありがとうの振り返りだったり、寄付数思い出せる恋をしようの、第3再販第2受付が明日の13時までなので、ぜひ感想とか直接お話し会で言葉で言いたいって方はお待ちしております。ハッシュタグお手紙で言いたいって方も全然お待ちしております。リアルお手紙で言いたいって方も全然お待ちしてます。全部見てます。あら、もうお時間ね。いい夢見てね。ありがとう。またね。バイバイ。おやすみちゃん。ここに口内炎ができてめっちゃ痛い。